さんチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。竹本ぶっこう堂小林です。何です。榎本です。よろしくお願いします。はい、今日もメール届いておるんですけれども、はい、今日はお寺様の方からありがとうございます。これ見積もりの依頼が、ありがとうございます。本当にありがたいですよ。ほなちょっと読ませさせていただきますけれども、いつも楽しく見させていただいておりますと。ありがとうございます、はい、非常に分かりやすく勉強になります。そこは嬉しいですね。ありがとうございます。結構そのあたり意識してね、お話しますね。できるだけやっぱり分かりやすくね、はい、っていうのでありがとうございます。で、本日はですね、はい、見積もりを依頼したいと。はい、私のお寺はですね、事業学の方をちょっと新しくしたいということで、はい、一度どれぐらいかかるか見積もりくださいというメールをいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、事業学ですね。事業学、はい、結構やっぱりお寺の名前を、ね、そうですね、学にするものですから、はい、すごくやっぱ顔にもなる。そうですね、もう一番のね、こう、はい、最初の顔になりますので、ね、ちょっともうすごくアピールしてますけど、はい、まあ、これが事業学と呼ばれるもので、はい、まあ、お寺様の、そうです、お寺様の何々寺という形ですね、はいはい、でこれはケヤキの木で仕上げてるんですけど、ね、これはケヤキの木になるわけですね、はいはい、で、すり漆というもので、うん、きれいに仕上げて、きれいな感じの仕上がりに落ち着いた感じ、そうですね、金具もね、きれいに売ってあって、はい、なっております、うん、まあ、これが地合格と言われるもので、はい、まあ、これすごく大きいんですけどね、これ結構大きいですよね、はい、まあ、サイズもね、お寺に合わせて、あ、小さいのでも、はい、もっと大きいのでも、はい、サイズの方はいろいろと、そうですね、融通は効きます。で、一回まあ見に寄させてもらってからのがいいですよね。できればそうさせていただくとありがたいですね。実はいろんなサイズも形も別に横向きじゃなくても縦向きで作ることもできます。できるんですね。はいはいはい。形で作ることもできます。いろいろこう、まあ、言ったらやり方はあると。はい。で、せっかくちょっと地合学の話になりましたので、よく似たもので、三合学。あ、三合学もよう言いますね。はい、はい、はい。どういったものかって結構わかりますか？例えばこう、比叡山、はい、延暦寺。はい。みたいなこう、そうですね。ね、何々山、何々寺っていうこと多いですよね。はい、結構その、はい、お寺が建ったところの日なんで、うん、そういった山とかつけたりとかして、はいはい、お名前にすることが多いんですけども。なるほど。まあ、それも額に作ることはもちろんできます。あ、そしたら、その何々座、三合額的なものを作れるわけですね。作れます。なるほど。そういったのもできるということですね。はいはい、あとは、まあちょっと、余談ですけど、はい、ちょっとだけお話しさせていただくと、はい、まあ地合学に関しては、やっぱりお寺の名前ですから、結構昔からあるんですけども、はい、ただ、三合学という学に関しましては、はい、日本には昔からだったわけじゃないんですよ。あ、そうなんです。まだ、どっかから伝わってきたわけですか。もともと、お寺とかといいますのが、中国とかからもこう、はい、来てるんですけども、結構山の中にこうお寺が建ってたりしてたんですけども、そういったところはやっぱ山の中に建ってますから、はいはいはい、やっぱりその山にちなんだ名前とかで、こう、三合というのをつけて、お寺の名前をしてたんですけども、日本の方では、その自分、お寺というのはあんまり山にあったわけではなく、なるほど、平たいところどこに普通にポンと建ってたことが多かったんですよ。だからもう昔は何々さんとは言わなかったわけ。そうです。ですから、まあ、純粋にもお寺の名前だけでした。ほな、大体いつぐらいからほな何々さんが日本に入ってくるの？そうですね。大体ですけども、大体まあ、鎌倉時代ぐらいから、うん、結構お寺でも山の中にお寺を建てたりするようなところも増えてきまして、で、そこで何々さんというのも使ってました。で、そこからだんだんもう、ポピュラーになってきました、ね。はい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 、普通のお寺でも何々さんとその自分のところの土地柄の近い名前を取ったり、何かの由来から取ったりして三合というのを書けるようになってきたと言われてますね。なるほどね。はい、結構昔からというその日本で三合がずっとかかってたというわけではないです。途中から入ってきてっていう形になる、はい。まあ多分いろんな諸説もあると思うんですけど、ね。まあそうですよね。はい。ですから中国の方ではお寺と言ってますけども、なんかインドの方ではお寺とはあまり呼ばず、はい、少女という言葉を使ってたみたいな、ね、少女とよく祇園少女とか、あ、祇園少女の鐘の声とかね、そういうところが来てたんで、やっぱりその仏教でもやっぱりその土地柄によってやっぱり呼ばれ方というのも違ったみたいですね。日本はより良いところ、ね、そうですね、やっぱりこううまいことで、はい、取り合わせていただいて、皆さんに馴染み深いような形にだんだん広まっていったという形みたいですね。皆さんね、ちょっとそれちゃいました。いやいや、ありがとうございます。勉強になりました。こうやってね、僕らもお寺様のこういうご本堂のね、お道具とかいっぱい取り扱っておりますので、はい、またそういう見積もり等々もね、お待ちしておりますので、またよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。